STS-85 は複数の科学実験を行ったディスカバリーのミッションである。1997年8月7日にフロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられた。当初、ジェフリー・アシュビーがこのミッションの操縦手を務める予定であったが、ガンが末期であった妻の看病のために外れた。彼はテント・ロミンガーと交代し、 STS-93 で操縦士を務めた。ロボットアームで捕獲される直前のクリスタスパズ着陸このミッションでは地球の中層大気を観測する衛星が展開、回収され、また将来の国際宇宙ステーションで用いられる可能性のあるハードウェアの試験が行われた。この飛行の使用ペイロードはクライオインフラレットスペドラマターズテレスコープスフォーザーアトモスフィア。 シャトルパレットサテライト -2 で1994年の STS-66 に続きスペースシャトルでの2度目の飛行となった。またアメリカ航空宇宙局とドイツ航空宇宙センターの4度目の合同ミッションとなった。飛行中、デイビスはディスカバリーのロボットアームを用いてクリスタスパズを展開し約9日間自由飛行させた。クリスタスパズは 三つの望遠鏡と四つの分光計から構成され、地球の大気中層の痕跡ガスとダイナミクスを測定した。デイビスはクリスタスパズの回収にもロボットアームを利用した。化学機器が搭載されたシャトルパレットサテライトは自己重速型のプラットフォームで自由飛行中、ディスカバリーに電力、コマンド、制御、通信を供給した。乗組委員は 日本の宇宙開発事業団のマニピュレーター、フライトデモンストレーション実験の手助けも言った。MFD は、ペイロード米のシジトラスでの3つの実験から構成される。主目的は、新しく設計された巧妙なロボットアームを ISS の希望に実装される前に、宇宙環境で実証することであった。ペイロード米に収められたその他のペイロードには、 テクノロジーアプリケーションズサイエンスペイロード、インターナショナルエクストリームウルトラバイオレット、ヒッチハイカー、ウルトラバイオレットスペクトラグラフ、テレスコープフォーアストロノミカルリサーチがあり、乗組員によってそれぞれ独立に運用された。マイケログラビティバイブレーションアイソレーションマウント実験は、カナダ宇宙庁の宇宙飛行士ビオニットリングベーソンによって行われた。民実験は、 ロッカー2つ分のサイズの小さな装置でスラスタの点火や乗組員の活動による上覧を観測した。ミンは30時間の観測を行い、地上に向けてリアルタイムのデータを伝送した。STS-85 で行われたその他の実験にはサウスウェスト研究所とジェット推進研究所 APL メリーランド大学が共同で行った サウスウェストウルトラバイオレットイメージングシステムがあった。広域紫外線撮影機スワスはヘールボップ彗星の観測に用いられた。これは、合計18センチメートルのマクストフ望遠鏡とビデオレートのフレームを持つ紫外線ザビーンイメージ CCD が基礎となっている。それぞれのスワスの観測期間は約3時間で最大7つのフィルター帯域で、 約10万枚の画像を蓄積した。スワスはシャトルのミッドデッキの中で運用され、石英の窓を通してシャトルを観測した。スワスは水星の中心線の周り4.5度の円錐内の方向を向くことができた。ミッションスペシャリストがこの機器の設定、運営を行った。ミッション8日目、乗組員は カナダの歌手マキシー・フリューベスの歌を言う、ミルゴ・ツー・ザ・ムーンの曲で起唱した。これは、カナダ人発の宇宙飛行士マークがルネが選んだもので、ある。着陸地点のケネディ宇宙センター周辺の霧のため、着陸は予定よりも1日遅れた。ありがとうございます。